どうもこんにちは、もかげです。ということで今日は可変式の ND フィルターを紹介しようと思っていて、それがね、こちらなんですね。今ねここにね2つのねフィルターっていうのがあるんですけれども、いずれもね、ND フィルターではあるんですけれども、微妙にタイプが違っているんで、その辺も後からも紹介するとして、この2つのフィルター、どこから出ているかと言いますとこちらなんですね。カセというブランドの、フィルターなんですけれども、これ皆さんカセって聞いたことありますか？実は結構知る人ぞ知るみたいなブランドではあるんですよ。一昔前で言うとこういったこうレンズフィルターっていうと、例えばコッキンであったりリーっていうね、こういったこうブランドが有名で、クオリティも高いんだけれども同じようにこう値段が高いですよみたいな、そういったブランドがねよく使われていたんですけれども、ここ10年ぐらいの間に中国からね品質っていうのも十分なんだけれどもコスパのいいレンズフィルターっていうのがいろいろとこう出てきていて、その代表格っていうのが例えばこうニシであったりカニっていうねブランドなんですけれども、このカセっていうブランドもそういった形なんです。もちろんこういったこうレンズの前につけるフィルターっていうのも有名なんですけれども、最近ではねレンズとセンサーの間に埋め込むようなフィルターっていうのも発表していて、結構注目度が高まっているブランドなんですね。で、そこからこの新しい VND フィルターね、可変式 ND フィルター2種類のサンプル品っていうのを送っていただいたんで、今日はねこれらを紹介していこうと思います。で、これ結論から言うとね、こうかなりこうクオリティが高いと言いましょうか。僕は普段ねこのフリーウェルの、可変式の ND フィルターこれを使っているんですけれども、後からねその比較っていうのはご覧いただくとして、このフリーウェルの ND フィルターとクオリティはね全くこう遜色がないと言いましょうか。このフリーウェルの ND フィルターってね、結構高いものなんで、それと比較してもね品質的には全然問題ない、つまりこう実用レベルでもね、この手のこうバリアブル ND フィルターっていうと、例えばこうカラーシフト、色転びっていうのが派手に出ていたりだとか、あとその強度によってその周辺がこうガーンと落ちたりだとか、なんだったらこうバッテンの模様がね入ってしまうような、そういったクオリティの VND っていうのも、市場には結構あるんですけれども、このカセの、VND っていうのはそういったこう目立った問題っていうのがほとんどない、実用レベルで問題なく使えるものだったんで、今日はこの2つの、可変式 ND フィルター、一方は純粋の可変式 ND フィルターで、もう一方っていうのは可変 ND フィルターに、プラスしてもう一要素が入っているフィルターなんですけれども、この2つを紹介していこうと思います。じゃあまず最初ね、このね通常のね ND フィルターを紹介していこうと思うんですけれども、これねここに箱があるようにですね、マグネティックバリアブル ND フィルターっていうことで、最近流行りのマグネットタイプなんですね。なので取り外しとかっていうのが簡単にできるっていう風な形なんですけれども、でこのフィルター系に関しては 77mm と 82mm が用意されて、今回紹介するのは 77mm の方なんですけれども、商品はこんな感じなんですね。でこの強度っていうのは 1.5 ストップから5ストップまで変更可能なモデル でここにねレバーっていうのがついているんですけれども、予備のレバーっていうのもここに1個ついているという風な感じですね。こんな感じでこうかなり薄型でマグネット式っていうこともあって、こんな感じでねパーツっていうのは2つに分かれるようになっているわけなんですよ。なので一方の方っていうのをこのレンズのフィルター側に取り付ける、そしてでここのところにそのマグネットっていうのを合わせる場所があるんで、ここにこれを取り付ける、でここに合わせるとこんな感じで取り付けられて、あとはここからね調整するっていう風な感じなんですけれども、このマグネット式とね ND フィルターって僕もこのねフリーウェルの ND フィルター、マグネット式なんですけれども、比較としてはね、このね、フリーウェルの ND フィルターと比べてもね、しっかりと取り付いてくれるんですね。このね、フリーウェルの方はね、結構ね、このね、マグネットっていうのが、弱くはないんだけれども、結構ね、心もとないんですよ。なので、これをこうレンズにつけっぱなしにして、カバンの中とかに入れてると、この一方の方っていうのが、剥がれたりするケースっていうのがあるんですけれども、このね、このカセのマグネットの方っていうのを、かなりね、しっかりと取り付けられると。いう風な感じなんですね。ちゃんと 1.5 から2、3、4、5っていうね、メモリもねついているんで、なので一体どれぐらいのね減光効果っていうのを加えているのかっていうのもこのフィルターからはっきりと視認できるということとなります。それではね、このカセのねマグネティック VND フィルター、これをねちょっと例えばこの僕が普段使っているフリーウェルの ND フィルターであったりと比較してみたので、そちらの方をご覧いただこうと思います。
はい、でこれがノーマル、何もつけていない状態です。でこれが河川のフィルター、今 1.5 です。でこっからこれが5です。でこれがノーマル、はい、今これフリーウェル。今これ ND5 にしました。河川のフィルター、今 1.5 からこれが5最大です。レンズの前にフィルターを何もつけていない映像、画像とこのカセの ND フィルターをつけて撮影してみたものを比べてみても、いわゆるこれ安い ND フィルターで起こりがちなカラーシフトであったりだとか、あとまあ周辺の光量落ちとかっていうのはありませんでした。どうしてもこの可変式 ND フィルターの傾向としてね、フィルターっていうのを2枚重ねするっていうこともあって、厳密に言うとこう解像度であったりだとか、あのカラーシフトっていうのは微妙にね、あの起こるものだとは思うんですけれども、まあ、ほとんどわからないレベルで、このフリーウェルの ND フィルターと比較してもその違いっていうのはほとんどわからないと言いましょうか。若干このカセの ND フィルターの方が黄色とか緑の方に寄っているかなというふうな印象なんですけれども、まあ、それもね、あのこんな感じでこうベクトルスコープっていうのを見て初めてわかるレベルなんで、あの実用レベルではほとんど問題ないかなというふうな印象です。で、まあ、外の風景以外にこう真っ白なスクリーンっていうのもあの撮影してみたんですけれども、 ND 効果のムラね、まあ、現行のムラっていうのもほとんどなくて、まあ、周辺部分ががっつりと落ちたりだとか、あとまあ縞模様であったりだとか X 模様が入るっていうこともあの一切ありませんでした。でこれあの無限回でね回るものではなくて、あのこんな感じでね、だいたいこうフィルターのこう30度から40度ぐらいの間で動くっていうこともあって、いわゆるこう可変時の遊びみたいなものっていうのはないんで、あのその辺はちゃんとこう制御されているかなというふうな印象です。で今見ていただいたのがこのマグネティックバリアブル ND フィルター 1.5 から5ストップっていうバージョンなんですね。でこれはまあ従来からあるモデルなんですけれども、それとは別にカセは新しく別の ND フィルターっていうのも準備していて、でこっちの方はいつね市場に出てくるのかっていうのは分かんないんですけれども、あのもうすぐプレセールが行われるっていうことで、こっち同じ VND フィルターでもマグネティック VNDCPL 1.5 から5ストップっていうふうなことなんですね。まあ、なのでさっき紹介した方っていうのは純粋な VND フィルター、あの可変式 ND フィルターなんですけれども、こっちは VND にプラスして CPL、 つまり ND 効果、光を減らす現行効果にプラスして CPL 変更効果も加わったモデルということとなります。でこの2つのフィルターね、実際使ってみて、じゃあどっちがおすすめなのかっていうと、やっぱりねこっちなんですよ。こっち新しい方、あの CPL 効果っていうのが加わった方、こっちの方がねいろいろとおすすめなんですね。でその理由っていうのは2つあって、まあ、世代が進んだことによってよりニュートラルな色合いっていうのをまあ実現していて、あのガラスの品質っていうのも変わっているらしいんですね。同時に変更効果っていうのも加えることができるっていうことなんですね。もう一つはこのねフィルターっていうのをレンズにねアタッチする方法っていうのが今回からね新しく生まれ変わっているんですね。それがまあ結構ねよく考えられていると言いましょうか。これねさっきのねこっちのね従来バージョンっていうのはさっきも見たんですけれども、このフィルターっていうのはこう2つの構造になっていて、まずこの VND の本体と、あとまあレンズ側に取り付けて、ここがこうマグネットでねひっつくような、あのこういった構造になっているんですけれども、この新しいバージョンだとね、マグネットでのフィルターのこう接着法っていうのがあの2種類2通り用意されているんですね。でこれがね結構ねよくできていて、あのこんな感じで部品っていうのを分けていくと、こういう風な形で分かれるんですよ。これがまあ本体ですね。ここはもう変わらないんですけれども、それとは別にこの2種類のアダプターっていうのが用意されていて、で1つの方はマグネティックインレイドリング、かなり細いアダプターなんですね。でそれとは別にもう1つこんな感じでマグネティックアダプターリングっていうのが用意されているんですけれども、このね2つっていうのを使った接続方法っていうのが用意されていて、これがね結構よく考えられているんですね。でそれとは別にこのね新しい方のフィルターにはこういったちょっとね、あの一見すると何に使うのかよくわからない器具っていうのが用意されているんですね。でこれがまあ結構重要なんですけれども、でまずねこのねインレイドリングっていうものなんですけれども、これねどうやって使うのかっていうと、レンズ側の溝の内側にこれをね
設置するような形になるんですね。でその時にこの付属のこういった器具っていうのを使ってこんな感じでねレンズの内側にねこれをねめり込ませていくっていうような感じなんですよ。そうするとこれでまあ設置が終了なんですけれども、そっからこんな感じでこれをねマグネットで取り付けることができるんですよ。でもう一つこっちにねアダプターリングっていうのがあるんですけれども、こっちは従来と同じような形でここにフィルターのところに取り付けて、でこっからこれを取り付ければはいこれで完成ということなんですね。こういったこう2つのこうマグネット方式っていうのが採用されているんですけれども、これ一体何が違うのかっていうと、従来の方のアダプターっていうのはこんな感じでフィルターにねプラスしてこれぐらいだけ厚みっていうのが出るんですよ。どうしてもこのフィルターのところにこう重ねるような形になるんでこの部分が厚みとして出るんですけれども、このインレイドリングの方っていうのはこのねフィルターのね内側にこれをねねじ込ませていくっていうふうな形なんで、こんな感じでこの分の出っ張りっていうのがないんですよ。このフィルターの中にこれが入り込むことによって、でこのね数ミリっていうのがこのフィルターワークなんかでは結構こう重要になってきていて、特にこう広角側なんかでこういったこうフィルターを使うときってこの厚みのせいで微妙にこう蹴られたりする場合っていうのが出てくるんですね。なんですけれども、カセの新しいこのマグネットアダプターっていうのを使うと実質的にこのレンズ側のマグネットの厚みっていうのがないんですよ。もうそのままこれ取り付けることができるんで、なのでこうほんの数ミリの違いではあるんですけれども、特にまあ広角レンズなんかを使った際の蹴られっていうのも最小限に抑えることができるということです。はい、じゃあそうしましたらね、この新しい方のマグネットタイプの VND フィルターね、変更効果っていうのが加えられるマグネットの可変式 ND フィルター、このフィルターっていうのもね外でチェックしてみましたので、その映像っていうのをご覧いただこうと思います。はい、でこれね使い方はねめちゃくちゃ簡単なんですよ。まずねここねここで ND を調整します。まず最初にで 1.5 からこれ 5までね、5までまず最初 ND 1.5 から5まで、まあ、こんな感じで調整することができて、でその後この部分ここをぐるぐると回すことによってPL 効果っていうのが得られるということなんですね。これがノーマル。で、これがカセの CPL VND フィルターで、今 1.5、2、3、4、5という感じです。これが 1.5。2、3、4、5という感じです。というわけでこれもねこのね全モデルと同じようにほとんど色ムラやカラーシフトっていうのもなくて、こうかなりこうクオリティが高かったなっていうふうな印象なんですね。しかもプラスしてね変更効果 CPL の効果っていうのを加えられるっていうことで、でただね実際こう使ってみてやっぱりね気になったポイントっていうのは、まあ、使い方っていうのはね、まあ、さっきも見ていただいたようにこんな感じでねこう ND フィルターっていうのをここでこのね前の部分のこのレバーっていうのを使って、でその後ねこの CPL の部分っていうのを一緒に動かして変更効果を確認するっていう風な使い方になると思うんですけれども、この変更効果っていうのを加えようとするときにどうしてもねこのね ND フィルターっていうのもねちょっとね動いてしまうんですね。なのでこの辺のアクセスっていうのはちょっとね慣れが必要ではあるんですけれども、かなりこうコンパクトでありながら高品質な ND フィルターとプラスして変更効果 CPL の効果っていうのも得られるっていうことで、まあ、なのでこれまでねこういったこう可変式 ND フィルターっていうと、まあ、僕が今まで使っていたこうフリーウェルであったりだとか、あとまあ西から出ているトゥルーカラーなんていうのも評判が良かったんですけれども、このカセのマグネット式のバリアブル ND フィルターっていうのも十分その水準に達しているのではないかなというふうに思います。というわけで今日はカセから出ているマグネティック VND フィルターとマグネティック VL プラス CPL フィルターを紹介しました。こちらの商品気になる方は概要欄にリンク先貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。というわけでまあこんな感じで日々カメラ関係の機材も紹介しておりますので、もし聞いていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でおもかげでした。